どうも、刺身です。今日はね、結構楽しみにしていたゲーム、ザ・ワイルド・エイトっていうゲームのね、プレアルファデモが、配布されていたので、やってみようかなと思っております。これ多分製品版になると、マルチプレイヤーでね、8人コープで、このね、今画面に出ているこの極寒の地、ここでサバイバルを行うというね、ゲームになってます。まあ今はデモ版なのでね、マルチプレイはできないんですけど、シングルゲームがあるので、これちょっとやってみようかなと思ってます。非常にね、楽しみにしてたゲームなので、ただ今までやってきたサバイバルゲームとは違って、みんなどういう風になるかっていうのはわからないですけど、起きた。なんかね、飛行機が墜落したというどっかにありそうなね、設定になっておりますが、あ、チュートリアル。チュートリアルなんだね。あ、なるほど。あ、マウスの方向を見るんだね。なるほど。ビルドシェルター。ビルド、ビルディングパネル B。これ？シェルター。おお、すげえ。あ、もうこれ作れんの？作っちゃおう、作っちゃおう。何？あ、向き？こうだな。OK。15ウッド&ゴーストーン。ウッド？これ、ダッシュとかあんのかな？ねえな。これなんだ？これ見下ろし、あ、やっぱそうなんだね。クリック型なんだな。こういうの取っとかないとまずいでしょ、多分。オーノサイン出んな。なるほど、なるほど。難しいんだよね。素手でやる。15。あ、めっちゃ全然取れんじゃん。OK。石は？これ？石じゃねえ。これか？これだ。素手で取る、これも。リサーチキャンプファイヤー。エンターユアシェルター？エンターユアシェルター。これ？あ、あった。こうか？おお、できた。で、ビルドキャンプファイヤー、ビルドキャンプファイヤー、ビルド、あ、増えてる。あ、そういうことね。木が足んねえのか。木が足んねえから、木をあれしよう。じゃあ、あ、動物いんじゃん。ん？木取れねえぞ。ちょ、なんだなんだ。I need a worm。 木が取れねえんだよ。木取らせろよ。やばいって、やばいって。あ、木が取れねえよ。何？あ、マップか。オッケー。取れるか。間に合うか。間に合うな。これで、B で、キャンファイヤー。オッケー。うわ、死んだ。寒さで死んだ？わっちゃー。一日生き残れなかったぜ。シェルター作って、木とかをガンガン集めといた方がいいんだな。ちょ、なんか途中操作がよくわからなくなったな。なんだあれ。で、まず木を集めとこう。多分木めっちゃいるな、多分。こういうグラフィックね、結構私好きなんですけどね。意外に。取れるか？取っちゃうし、取っとけ、取っとけ。結構取っとこう。結構取っとこう。OK。で、多分この辺も取っといた方がいいと思うんだよね、俺は。OK。多分食料になるだろうな。どう取れねえのか。で、石やろう。OK。石を取っとけ、取っとけ。んなきゃっていけるか？んなきゃっていけるか？こういうとこ取れねえのか？で、キャンプファイヤーをして、で、B、あれ？あれ？覚えなかった。OK。何？ふんふんふんって怖いんですけど。で、キャンプファイヤーを置いて、で、ライトキャンプファイヤー。OK。ビルドワークショップ。ワークショップ。これか。オッケー。で、チェックザスモークトゥザイーストオブザクラッシュ。クラッシュサイト。マップ M トゥノットゲットロスト。
何？はい。これなんだろう、ほんで。なんかやっちまったな。これ今寒いのか？これなんでこんな感じだったの？寒いのか？これなんだ？シェルターレベル？ソコールド、危ない危ない危ない。これ食える、あ、やっぱ食えるよね。あ、何何、体力下がってる、やべえやべえやべえ。アップグレードできねえな。何したいんだこれで。もうここで冬を越す、夜を越すしかねえのか。ギターとか取りてえな。無理か。何何何何何。お、やれんじゃん。またんがいこら。またんがいこら。動物やれそうな気がしねえ。めっちゃ逃げんじゃん。あ、やべやべ、フードフードフード。こうか。やばくね、これ。あー、キノコ。なんかキノコはまずい気がするが。キノコ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 。オッケー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 。なんだよこいつら。なんだよ、お前らついてくんなら狩らせろよ。なんで逃げんのかよ。なになになに。フードフードフード。やべやべやべ。オッケー。I need a warm up。寒いのか？寒いのか？帰れるか俺。こちら辺だったような気すんぞ。あ、帰ってきた帰ってきた帰ってきた。キャンプファイヤーがねえ。木が足んねえ。うわ、死んだ。ファック。なるほど。これはなかなか難しいな。派手さはないんだな。これでも8人コープなので、8人で多分ね、資材集めたりして、ね、キャンプファイヤー係とか食料係とか分かれて、多分サバイバルしていく感じになると思います。いやー、どうなんだろうな。これでもキャラによって、なんか、持ってるスキルみたいなもの、得意分野みたいなものも違うみたいなので、まあ、その辺がね、今後どうなっていくかとか、まあ、みんなでやった時にね、どんな感じになるかとか、あとなんか、敵っぽいのもなんかいるみたいなので、ね、それがどういう感じになるのかとかね。いや、いろいろとね、武器とかもいろいろと作れたらね、多分、何、シェルターとかアップグレードして、多分いろいろとやっていけば、さっきみたいにね、キャンプファイヤー作れるようになったみたいに、多分いろいろビルドとか武器とかも増えていくと思うので、そうなっていくとね、非常に楽しいんじゃないかなと思います。というわけでね、これはまあ、製品版を楽しみにしつつ、今回この辺でね、終わりにしたいと思います。それでは皆様、さようなら。